毎度、徹子です。韓国ではウォンヤスが進行しているので、通貨スワップ待望論が盛り上がっています。日英欧に準じる常設通貨スワップ協定の設置を米国と議論しているということなので、韓国は新しいドル調達のスキームをこしらえるつもりみたいです。ニュースの詳細。韓米両国が外国為替市場安定のために、通貨スワップに準ずる協力を議論していると韓国政府が明らかにした。キム・テヒョ国家安保室第一次長は18日ソウルの大統領室で開かれた記者会見で、韓米首脳会談で通貨スワップ協議が進められるかという質問に対し、実質的には両国間で議論が行われると理解すればいいとし、韓米間の金融や通貨財政などに関する議論だと述べた。韓米首脳会談で金融と外国為替市場の安定などについて、韓米両国がいかなる危機にも迅速に協力できる方策を議論していると付け加えた。通貨スワップとは、両国が現在の為替レート、両国貨幣の交換比率によって必要なだけ両国貨幣を交換し、一定期間が過ぎた後、最初の契約の際に定めた為替レートで元金を再交換する取引を言う。キム氏は、米国中央銀行は経済的な危機が深刻な状況で、スワップという用語を使うとして韓国経済のファンダメンタルが強固なのに、その単語を使うのが無理だと考えると話した。この日のウォンドル為替レートは8ウォン40銭下がった1266ウォン60銭で取引を終えた。4取引日連続ドル安の流れだ。ジョー・バイデン米大統領は訪韓初日の20日、ユン・ソクヨル大統領と共にサムスン電子の平沢半導体工場を訪問するという。基軸通貨国である米国との通貨スワップは、韓国経済が危機に陥るたびに安全弁の役割をした。韓米通貨スワップは2008年の初締結以後3回延長されたが、昨年12月に追加延長がなされず終了したとのことです。あかん。ユン・ソクヨル新政権大統領室のキム・テヒョ国家安保室第一次長は、米韓首脳会談をきっかけにドルを調達できる手段を設ける案について、韓米首脳会談合意文、共同宣言文が出たら議論を続けていくだろう、連邦準備制度 FED が了解する線で議論が進んでいると明らかにしています。しかし同時に、通貨スワップという言葉は使えないと表明しています。通貨スワップの常設化について、常設を話すのはちょっと早いということで、米韓首脳会談直後に発表される共同宣言文には、具体的に通貨スワップという言葉を明示するのではなく、通貨協力を強化するという漢字の表面に留めて、首脳会談後に連銀と韓国銀行が交渉の当事者になって具体的な通貨スワップ解説などを議論すると述べています。米韓首脳会談後の共同宣言に、通貨協力を強化する方向で合意したという文言が入っていれば、韓国の顔は立ちますし、後でまた協議をしますと言えば問題を先送りにできます。キム氏が通貨スワップという言葉は使えないと主張したのはこれの伏線で、通貨スワップという言葉が入っていなくてもがっかりするなと言いたかったのかなって思います。韓国の想定通りにことが進めば、とりあえず今回の首脳会談は成功裏に終えることができるというわけです。ムンジェイン政権の時はこの想定が外れまくって、たびたび外交惨事を引き起こしていました。新政権は連投の外交惨事を回避することができるのでしょうか。ちなみに、韓国は通貨スワップは韓国経済が危険な状態にあると解釈されがちだから、イン政府が推進する通貨スワップに準ずる実質的なドル調達案は既存フレームとは異なるアプローチだと主張しています。カナダ、イギリス、ユーロ圏、日本、スイスの5カ国は危機地でなくてもいつでもドルを調達することができる常設通貨スワップを結んでいるのですが、これに準ずる通貨スワップを結ぶとも言っています。イン政権が推進しているという通貨スワップに準ずる実質的なドル調達案というのはどのような内容なのでしょうか。また常設に準じる通貨スワップとは何のことを言っているのでしょうか。 FRB からするとフィマがあるだろで終わりです。フィマとは保有する米国公債を一時的に
現金のドルに換えられる仕組みのことです。ただし、後で買い戻さなければならず、期限は基本一晩です。ロールオーバーは可能ですが、金利がつきます。ただ、この仕組みでは負担が大きいので、韓国側が何か考えてくれよと米国に泣きついているのではないでしょうか。韓国政府内外では、スワップに準ずる協定なら、韓国が米ドルを十分確保できるよう、ウォンとドルを交換するベッドのチャンネルを設ける方式になるだろうという見方が出ています。これを、常設に準じる通貨スワップと表現しているみたいです。まずは、米韓首脳会談が終わった後に出る共同声明に、どんな文言が盛り込まれるのかに注目です。こちらがお隣さんの反応です。為替レートが1ドル1300ウォンになっても、通貨スワップは必要ないというムンジェインをまだ信じるのか。ムンジェインはアメリカが通貨スワップしてくれないから、スワップをしなくてもいいと言ったのだ。韓米通貨スワップは、昨年末、連邦準備制度理事会と締結した600億ドル規模の一時契約が終了した経緯がある。実は、この知らせを聞いて、韓米間の関係に問題が生じたのではないかと思いました。また、通貨スワップが始まりそうで幸いです。良くても悪くても、米国は我々が苦しい時にいつも一緒にいる。今さえあれば、我々の文化と食べ物を盗もうとする中国とは次元が違う。今回、一番先にしなければならないのが韓米通貨スワップの締結だ。その次がインフレを抑えること。正常な国家に戻りましょう。基軸通貨であるドルとの通貨スワップ締結は必ず必要だ。もちろん、政治状況によっては一長一短があるが、少なくとも IMF 自体のような場合を回避することができる。問題は、通貨スワップを結んでから、米国が我々に何を要求するかだ。いいね。小説に準ずるレベルだなんて嬉しい。ユンソクヨル大統領は頑張って働いてる。就任10日で世の中が変わる速度がすごい。まだ1ヶ月しか経っていないのに、ムンジェインより数千倍仕事ができることを証明した。やはり大統領が変わると、国が正常になっていきます。こんなことはユンソクヨルに期待していなかった。世界はドルを手に入れようと大騒ぎなのに、我々は常設だから簡単に手に入れることができる。韓米同盟の間で通貨スワップが途絶えたこと自体がコメディーだった。これはムンジェインにはできないことだ。韓国と米国の強力な経済安保同盟を応援します。以上が国民の反応です。米国に通貨スワップの締結を要求する一方、韓国は日米韓での合同軍事演習への言及はない。サードミサイル配備についての話もない。ウクライナへの武器供給についても話はなかったとしています。サードミサイル配備問題については、せめて現行の部隊への扱いを何とかしろと、エスパー国防長官が切れたという話もあったほどです。どれも、米国側が韓国に要請した話ですが、その要請を韓国は全て突っぱねているんです。そんな状況で、常設の通貨スワップ協定に準じる協定を米国に要求するとか、どこまでも面の皮が厚いみたいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。